オートバイスタントの第一人者テッド・ロビンソンがジャンプスタント世界レコードに挑む。自信満々のチャレンジであった。This looks like the real coin.命を救うはずのパラシュート、皮肉なことにそれを開くタイミングを一瞬早めたことが自らの命を落とす結果となった。一瞬頭をかすめる悪魔のような恐怖心、スタントマンたちが戦っているのは実はこの恐怖心という敵なのかもしれない。